外したか。そこ？わお、うん、ほんとこの子大好き。こんにちは、私です。今回は私の大好きな銃、アッシュ12を使っていきます。ものすごい大口径で4アーマーはほぼほぼワンパン。5アーマーも2分の1でワンパンできるんだったよな。そうそう。しかもそれをフルオートの 650rpm で連射できる最高の銃です。ただし反動は制御できるような可愛いものじゃないがな。でもでもこの銃は最高なんですよ。なんかわからないけどこれで戦うと他の武器で味わえない快感がある。まあ銃声のデカさも随一だしな。ふふ、まあそういうことなんで PMC を探すぞ。左で木の足音だな。この音の感じは地下かな。隣の建物から目の前に繋がってるから行こう。お、やっぱりそこだね。あれこれ逃げられたな。うむ。まあここら辺は地下に繋がるところいっぱいあるから地上からね。にしてもうるさいな。上の基準で遊んでるな。ほんとあれ撃つのリスクしかない気がするんだけど。まあたまにぶっ放したくなる時があるんだろ。ああ、確かに。うん、ここら辺にはいないのかな。まあでもここは逃げた方向的にいそうだし反対から入ろう。今のは右通路の下かな。通路には見えないしそうっぽいな。うん、どう攻めよう。あ、地上で誰か歩いてる。いや、無視でいいか。とりあえず目の前の人たちだね。さっきの逃げた人と同じなら多分2人から3人だよね。足音の量まあまあ多かったしな。うん、みんなオフィスにこもってるな。電源部屋通路にいるね。なら詰めやすいが。ちょうど戦うぞってところでお腹減ってきてるね。まあとりあえず様子見しながら。あれ、あんなところ行っちゃったのか。腹が減っては戦はできぬってことで食べ物探しに来ました。まあ相手も詰めてくる気配なかったしな。あ、ここは去られてるか。まあでもなんか残ってるでしょ。お、残ってる残ってる。てか4個置いていくってことはタルコフ熟練者じゃなさそう。2個で砂糖を作れるから基本高いのにな。おっし、これで戦えるね。なんかもう戦ってるんだけど。急がないと取られるぞ。うん、今日全然パーティーに会えなかったから楽しみにしてたのに。取ろうとしてるやつも容赦しないぞ。どこだ。うわ。お、オッケー。びっくりしたー。まあそこクリアリングせず出るのは危険だわな。だって撃ち合ってたからさ。基本撃ち合ったら移動するでしょ。まあいいや、手術して仲間をおびき寄せよう。まだまだ PMC いるっぽいな。何と戦ってるんだろうね。別パーティーが参戦してきてるのかな。お、誰か来てる。どこかから撃たれてるな。やっぱ別パーティーなのか。うお、来てるのか。ここは注射撃っとこう。おらオッケー。この距離は足ほど強い武器はないわな。まあ6アーマーや硬い5アーマーには弱いけどね。とりあえずこれでここら辺の敵は片付いたから、オフィスまで進行してできるだけエリア確保したい。今2人倒してるし、グレはお気に入りなく使おうか。
さっきからずっとこの声してるな。どこにいるんだろうね。スカブかな？レーダーかな？まあもうレーダーがスカブの声になってたやつは治ってるからスカブだろ。それもそうか。撃ってた人見えないな。サプレッサーのなかなか強そうな銃声だったし注意だな。 M4 とかの 5.56 っぽい銃声だったもんね。とりあえずブレを補給します。いい装備だな。そういえば G36 この前気づいたけどすっごいいいね。詳しいことはまた動画にして話すんですが、安くて低反動で思ったより強かった。最初に動画にした時は弱いって言ってたのにな。いや、あれは運用方法を間違ってたんですよ。まあそれはいいとして戦いますよ。あ、ブレ回収し忘れてるじゃん。あ、気づいた。気づいてたんなら教えてよ。すまんすまん。よしよし、いいね。これだけあればオフィスや通路奥も攻略できそうだな。ダメだね。うお、誰だ。オフィス中に入っていったな。食料回収しに行ってたせいで状況がわからんのよな。うん、とりあえず奥を押さえて電源部屋から攻略しよう。多分だけどさっき倒した二人が最初のパーティーで、あと一人電源部屋とかにいると思うんだよね。足音が三人ぽかったんだよな。そうそう、それに電源部屋まで人が進んでないってことはそういうことだろうから。お、いたね。詰めてきた。オッケー。予想が当たったな。ふふ、まあ私にかかればこんなもんですよ。忘れてないか？まだ別パーティーがいるってこと。あ、そういえばそうだったね。とりあえず今ので周りが動くと思うから様子見で弾込めとこう。いやいやいや、待って。ちょっと待って。なんか多くない？オフィスに入ってたのとは別のパーティーらしき奴らも来たな。おーおー、すっごいパーティーになるやん。これはすごいことになったな。いろんな銃声がするな。あ、一人こっち来そうだね。これは腕かな？あ、いや待ってこっちからも来る。今。おーおー、やばいやばい、すっごい囲まれてる。今度はオフィスから来るぞ。ここは相手からピークさせたい。ほら。あれ？なんで死なない？やばいやばいやばい。あ、危ない。いや、通路奥にもう一人いるぞ。あ、これ済んだ。ちょっと今のはオフィスの人部だったのが敗因だな。走って逃げてもよかった気がするが。多分走ったら体力的に死んだと思う。注射で失血止めたとしても、どっちにき詰められて終わったと思う。だから結局部だって胸に当てれなかったのが敗因だな。まああんな状況でも当てれたら一発逆転。そんな銃なのでアッシュぜひ皆さんも使ってみてください。それじゃあ今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でー。